1840年代に描かれたセギュール婦人像、セギュール伯爵婦人、ソフィー・ロトシーヌは、フランスの童話作家、ロシア帝国の高官の娘として、サンクトペテルブルクに生まれる。出生名は、ソフィア・フヨードロブナ・ロストプーチナ。父・ヒョードル・バシリエヴィチ・ロストプーチンは、パーベル一世一世下で外相だった。父は、ナポレオン侵攻の折、モスクワ総督だったが、 皇帝の長を失ったため、一家と共に1816年フランスに移住し、1819年、セギュール伯爵、ウジェーヌ・ド・セギュールと結婚した。パリに今日構えるが、夫に帰り見られず、ノルマンディ地方のヌエットの私有地で、生涯の大半を過ごすことになる。童話は多くこの地方を舞台としている。二人の孫娘が外交官の父と共に、 ロンドンに移ったのがきっかけで物語を書き始め、成功を収める。コトバンク、ありがとうございます。